シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日はお待ちかねのはず、2022年シネマサロンフェイバリットについて語ってまいりたいと思います、はい、それではまず洋画編、僕は例によって31本用意してるので、はい、今聞いたら草子さん15本ぐらい、10本プラスアルファです。アルファ何本ぐらいあるの？3本かな。3本か。じゃあ僕は、11位までまず言ってきます、はい、で、まあ、昨日いろいろ順位は組んでたんだけど、まあ、はっきり言って11位以下はそんなに別に差はないので、分かる分かる、あの別に ね、順位と捉えずに、ベスト30で11位ぐらいまでにはこんなのが入ってますよっていうのをちょっと言いたいので、下からいきます。渇きと怒り、愛する人に伝える言葉、マルケータ・ラザロバ、ゾラゾラ、ザ・メニュー、シスター・夏の分かれ道、ノープ・ノープ、インフル闇のペトロフケ、ストーリー・オブ・マイ・ワイフ、ノベンバー、パラレル・マザーズ、ナイト・メア・アリ、ワンダ・ワンダ、クレイジー、多分悪魔が、エル・プラネタ、カモン・カモン、彼女のいない部屋、あなたの顔の前に、メモリア、メモリア、あのことで11枚ですね。まあどれも別にベスト10に入れてもいいんですけどね、そんなにフェイバリットって差がないことに、ね、今年は特に抜きんでて好きっていうよりも、ね、やっぱりなんかそれぞれ独自固有な好きな要素があって、うん、それは別に甲乙つけがたいなっていう感じはすごいします、うん、みんな良かった、すごく楽しかった。やっぱりあれですね、鑑賞直後、それから上半期下半期で、今の時点で、若干いろいろ変わってくるな。変わりますね。まあ一番あるのが、僕らもう年なんで、あの夢のように消えてくよね。こうなんつうの、今までさ、その上半期にフェイバリット選んだ時はこのぐらいみっしりと覚えてたのに、なんかだんだんスカスカが増えてきて、そうそうスカがね、そうそう今覚えてるのこのぐらいみたいな、そういうのもあったりして、そうで残りをすくい取っていくと、残ったものがこれになるんだっていう面白さはすごくある。でもだから来年もしさ2022年度もう一回やったら多分また変わったりするんですよね。それどころか明日変わったのかな、まあ、明日変わってるかもしれないねっていうくらい、ちょっと非常にうろんな中で、竹内さんと同じで、ほぼその同じなんですけど、11位以下が3本ありまして、多分悪魔が、え、それ選ぶの？あれ？でも収録した時褒めてたっけ？いやだからこれが不思議なんですよね、でもさこちゃんいつもその後出しじゃんけんだよね、だから言われるのはすごい憂鬱で、もうしかもびっくりした今だ、しかもねベスト10がこれまた憂鬱なんだ、憂鬱なんだ、俺に突っ込まれるのやつ、とかって言われそうで、いやちょっと今いきなり多分悪魔がだったんで、当時もつまんないとは言ってなくて面白いとは言ってたけど、そんなに熱心に褒めてなかったよね、普通のテンションだった、普通のテンションだったよね、まあいいんです、あやっぱ意外なんだね、そう多分悪魔がと、ガガーリン、ガガリね、彼女のいない部屋、おでもその辺は言ってたよね、そう、ただね彼女のいない部屋は、映画としてはあのベストだともうちょっと上がるかなと思うんですけど、そう俺ベストだと下がる、あのね結構ねやっぱりこう出来は別にでも良くないしと思うんだよね、だからかわいそうかなって思っちゃって、それで若干下がっちゃった、かわいそうかな主人公がちょっとかわいそうかな、そうなんや、っていう感じでした。なるほど、はい、じゃあの10位から6位までを T さんお願いします。私の10位から6位は、お楽しみだね第10位、ウエストサイドストーリー、ああここに来るんだ、あれ確か上半期1位だったよね、2位か、結構上だったんですけど、まあそうだよな、変わりますね本当に、第9位、プラン友達と呼ばせて、おお入ってくるんだね、入れたいっていう気持ちがありました、そういうもんですよフェイバリットっていうのは第8位、ミセス・ハリス、パリへ、そこ入るんだそれ、第7位、トップガン、マーベリック、第6位、愛する人に伝える言葉、おあなるほどね、はい、ここまでだね、ここまでです、じゃあ僕ね、僕は10位が国境の野草局、ジャン・フランコ・ロージュ監督ですね、第9位、私は最悪、丸、ヨアキム・トリア監督、第8位、秘密の森のその向こう、
セリーヌ・シアマ監督。第6位クライマッチョ、クリント・イーストウッド監督。はい、どうぞ。これ今7位って言いました、ね、え、7位ごめん、7位第7位アンナの出会い、シャンタル・アケルマン。気づいたね、今これ重要と思ってそうだね。じゃあ私10位、はい、時代革命。おー、そうなんだ。いや、意外でしたね。意外ですね。9位、インフル闇のペトロフケ。おー、結構上ですね。8位、メモリア、メモリア。おー7位、ポゼッサー。おー6位、トップガンマーヴェリック、うん、あ、落ちてきたね、だいぶね。確か上半期第1位ですね。そうですね、だからちょっとやっぱりテンションが見終わった直後が最もテンション高く、分かる分かる、そういうのだもんね。徐々に下がってきちゃって、ね、思考してるとやや落ちてくるよね、そう、それはね。だからね、ひょっとするとね、明日以降もっと落ちると思っているぐらい分からないでもない。そう、そう、ちょっとね、6位でいいのかなぐらいで、うん、いやでもまあトム・クルーズリスペクトでした、うん、はい。これで今6位までいったんだ、はい、抜けてないね、はい。じゃあいよいよあとは何、一つずついったの、はい、5位から順番に。じゃあ第5位、はい、第5位、うん、秘密の森のその子。おお、そこ来るんだね。じゃあ竹内さん。僕第5位、コーダ愛の歌、シアン・ヘダー監督ですね。なるほど、うん、私の5位、うん、ワンダワンダワンダ、はい、そんな高かったっけ。だから不思議なことに、うん、200本以上からね、まあ、100本100本で選んでいくと、うん、そうなっちゃったんですよ、ね、すごいな。サコちゃんが一番サプライズだね。そうですね、うん、ほぼ収録時何も褒めてないもの。そんなことない、ワンダは褒めてました。褒めてはいる、うん、けれどフェイバリット的な褒め方じゃなかったよね。いやでもね、やっぱ残るんですね。衝撃はあったよね。残るんですよね、うんうん。いやちょっと意外だね。なんか全部さ、佐藤ちゃんのこの順位のやつもう一回全部動画見直したいよ。動画してるよとか言いながら確認を確認させて。どうも僕はそんなに褒めてる印象なかったけど。いや残ってますね、うん、今となっては面白いね、うん、まだ続きますよこれは。楽しみですね。じゃあ T さん第4位。第4位、うん、コーダ愛の歌。おお、納得ですね。じゃあ僕の第4位、はい、ピッグピッグ、マイクル・サーノスキー監督ですね。 あ、あんまりブレないですね、竹内さんね。割とブレないですね、うん、じゃあ問題の、まあ、佐藤さんの時には絶対ブレません。じゃあ問題の私の第4位、うん、自分でも驚く。なんだよ一体。エルプラネタ。ああ、でもこれは褒めてたよね。私もそう思います。でもまさかここに上がってくるとね。エルプラネタとワンダはもうほぼ同率ですね。まあでもそういうもんだよな。エルプラネタか、結構上に来たね。上に来たね、びっくり。でも監督の才能を次見たいと思えるし、うん、そうだね、主人公のキャラとお母さんのキャラと、うんうん、あんちゃんのキャラと冒頭の親父のクソ親父がものすごいやっぱ印象に残ってて、うん、なかなか上に上がってきちゃいました、うん、はい。じゃあ3位。第3位。第3位、うん、チタン、チタンです。おお、なるほど、はい。じゃあ僕の第3位、はい、パリ13区、ジャック・オディアール監督ですね。お、じゃあ問題の私の第3位、うん、ホワイトノイズ。まあこれは最近言ってるから ね、 そうですね。でも収録時はほぼ何も言ってなかった。竹内さん何が面白かったんですかぐらいの勢いだったよと思う。しかも、うん、そんなことないですよって視聴者さんからね、ちゃんと佐藤さん褒めてましたよ。褒めてた、うん、どういうふうに褒めてたの。いや意外な展開で途中までこう来るかと思ってたら、うん、えっていう方向に持ってかれて、まるで後半ブラッドシンプルみたいに予習してきたね。いやいやいや。で最後エンディングであの踊りが来るんだよね。あれはもう予習してきたね。いやいや、しかも、うん、オハイオの今のね、うん、列車事故を予見してたっていうことね、うん、でそしたらねコメントいただいて、あのアメリカ年間3回ぐらい脱線事故があるんですって。大変だね、うん、っていうことでした。そうか、でもちょっと、はい、まあね、佐藤さんのフェイバリットが一番面白いね。そうですね。、うん、じゃあ第2位、はい、第2位、うん、エルビスです。あ、まあ、これはアカデミー賞のね作品賞にもノミネートされてるしね、うん、そうか、でもちょっと意外だね。そうですね、なんか今は残ってます、うん、また見たい、うん。僕の第2位、みんなのバカンス、ギオーム・ブラック監督ですね。おお、うん、これねおっしゃってましたよね、うん、僕はブレませんから。じゃあブレブレの私の第2位、はい、スターフィッシュ。
あでもこれは褒めてた、ね、好きなんですよね。やっぱり SF しかも上半期のフェイバリットの第2位か3位言ってたよ ね、 そうですね、うん、やっぱ好きなんだなっていうふうに改めて選び直すと、うん、で確か同じようなコメントをおっしゃってましたね、はい、上半期のフェイバリットの時にね、はい、そこはブレてないんですね。ブレてないですね、うん、じゃあ言う第1位。第1位は、うん、ベルファストです。あでもこれは上半期のベストワンだもんね。もう大好きですね。モーストフェイバリットだもんね。はい、わかります、はい、僕の第1位チタン。チタン、ジュリア・デュクルノー監督。もう竹内さんのブレなさ加減がすごいね、うん、俺ってほら仙外にも入らないぐらいちょっと怒ってくる、うん、いやもういいよ、それはもうそれぞれ、うん、はい。じゃあ私の第1位は、うん、アフターヤンですよ。あ、まあこれは褒めたね、はい、そこですよね、褒めてた褒めてた昨年の草子ちゃんのあのフェイバリットに対するコメントは褒めてたね、褒めてないねこれは納得、褒めてた、はい、これはもうね、昨年度最大の収穫です。見た瞬間に褒めてたからね、はい、最大の収穫でしたと、はい、いうことで、いや面白かったな、フェイバリットをお送りしました。竹内さんじゃあ、うん、あの監督とかは全くないです。外国映画は、外国映画ないの、うん、監督、うん、主演男優とか女優もないの、全くないです。やっても意味ないもん、だって何カ国に渡ってる人たちをさ選んでもあんまり意味ないから、じゃあ私勝手にどうぞやらせていただきます、はいはい、主演男優は、うん、コリン・ファレル。なるほど、ね、アフターヤンね。アフターヤンと、あと13人の命、ザ・バットマン。13人の命ってなんだっけ、タイの洞窟に、あれにコリン・ファレル出てるんですよ、やっぱり。でも別に主演男優の対象にはなんないでしょ。まあなんないか。アフターヤンはいいと思うし、うね、もう一個何、ザ・バットマン、あのペンギンの役。あ、そっか、まあそれもちょっとな、主演ではないけどね。まあだからアフターヤン対象でいいじゃん別に。わかりました、うん、困ったことね、主演女優が3人になっちゃった、うん、いいんじゃないの、別になんで我々に言い訳すんだよ別に僕ら規約ないんだから。でもこれね、個人的には納得、なぜなら、うんうん、まず1人目、うん、アマリア・ウルマン、エルプラネタ、エルプラネタね、はい、うん、バーバラ・ローデン、ワンダ、おお、みんな監督じゃん、はい、でスターフィッシュのバージア・ガードナー。あ、なるほどね、うん、この3人が、まあ、フェイバリット的な選出で、はい、そうです、うん、主演女優を選ばせていただきました。で監督、はい、男性監督、ゴゴナダさん。男性監督、ゴゴナダゴゴナダさん、うん、なるほど、はい、アフターヤン、うん、で女性はアマリア・ウルマン、バーバラ・ローデン。なるほどね、エル・プラネットとワンダ、うん、もう完全にエル・プラネットとワンダにやられてるんです、ね、やられてますなるほど。で鑑賞直後よりも今のもう全然あれだもんね、特にワンダは全然確か言及してなかったの気がするんだけど、すごい残ってますね。おすごいね、情景が思い浮かぶし、うん、やっぱり上位の作品やっぱもう一回見たいなって、うん、まあそれはすごい強いです、ね、いやワンダは僕もねすごい好きでしたけどね、はい、うん、いい映画だったね、はい、ということで2022年フェイバリット、はい、洋画編について語ってまいりました。じゃあもうこのまま日本映画編もいっちゃいましょう、はい、多分一気取りで大丈夫だから、はい、じゃあまず僕が、11位から31位までを、はいはい、これもだから順位あんまり気にしないでください、うん、下からいきます、はい、グッドバイバッドマガジンズ、派遣アニメびっくりの方へ流れる、ビリーバーズ、マンデーズ、このタイムループ上司に気づかせないと終わらない、マイ・ブロークン・マリコ、キサラギ駅、弟とアンドロイドと僕、神田川の2人、リボン、名付けようのない踊り、峠、最後の侍、ヘルドックス、マキのいる世界、 N 号棟、あなたの微笑み、愛なのに、死刑に至る病、愛してるびっくり、宮松と山下、ラブライフで以上ですね、はい、私は、うん、2本だったんですけど、うん、今あの聞いてて対象作品じゃないと思ってたんで、あ、僕の中にあったのに、え、何を対象作品、グッドバイバッドマガジンズは2023、でもね、か、いや、キネマ10分入れちゃったからもう、あ、そっか、うん、じゃあそれをあの対象11位以下で一応だから、はい、あのほら弁慶映画祭の時に会社の公開日、うん、に1週間上映しちゃったんだよね、うん、だから一応対象になっちゃうんだよ。なるほど、うん、だとしたら、うん、グッドバイバッドマガジンズ、うん、探す、うん、もっと超越したところへ、このそれが入るんだ、この3本が11位以下で、うん、そうなんだ、はい、じゃあ10位から6位までを、うん、T さん、はい、
10位、うん、派遣アニメ、うん、お9位裸足で鳴らしてみせろ、それが入るんだ、なるほど。8位スープとイデオロギー、あー7位マンデーズこのタイムループ上司に気づかせないと終わらない、第6位カッペイです。おあれ上半期のモーストフェイバリットってカッペイだっけ、モーストじゃなかったですけど、2位か3位、そうかそうか、やっぱカッペイ入るんです、ね、カッペイ入るんだね、なんかこの先悲しいこととか苦しいことがあった時に、うん、あれ思い出すんだ、これを見たら元気が出るなって、すごい褒め方だね、人生を変えた一本になっちゃってんじゃん、もう面白いね、いやでもブレないっていうのはあれだよね、そうね、 T さんはもう全然ブレない ね、うん、じゃあ竹内さんね、第10位ある男、はい、石川慶監督、うん、第9位ちょっと思い出しただけ松井大吾監督、第8位稽古目を澄ませて三宅翔監督、第7位スープとイデオロギーヤンヨンヒ監督、うん、第6位魚の子沖田修一監督、以上ですね、はい、はい、じゃあ私の10位から6位、日本映画はさ、うん、そんなにあれだよね、意外じゃないよね、そうですね、うん、いやちょっと聞いて前振りちょっともらっといた方が面白そうだなと思ってね、第10位、はい、ある男、お9位愛なのに、お8位愛してるエクスクラメーションマーク、お結構高かったね、はい、第7位魚の子、うん、第6位夜を走る、おお、なるほどね、うん、夜を走るを褒めてましたよ、知ってる、それは認める、うん、だからあんまり邦画編は面白くないよ ね、 意外そんなに意外じゃないよね、え、洋画編はびっくりだもんね、びっくりでしたね、自分でもびっくりってやつですね、面白かった、じゃあいよいよ第5位、第5位は稽古目を澄ませて、おお、じゃあ竹内さん第5位、恋は光、小林圭司監督、おお、なるほどいいですね、じゃあ私第5位マンデーズこのタイムループ上司に気づかせないと終わらない、なるほどね、はい、じゃあ T さん第4位、第4位、うん、窓辺にてなるほど、じゃあ竹内さんの第4位、はい、窓辺にて、今泉力也監督、第4位、うん、ちょっと思い出しただけ、あー、なるほどね、はい、はい、じゃあ T さん第3位、第3位、うん、こちらアミコ、おお、なるほど、うん、じゃあ竹内さんの第3位、はい、探す片山晋三、高いね、高い、はい、じゃあ私の第3位、うん、カーペリムコリッタ、うん、来るよね、来るよね、じゃあいよいよ竹内さんの第え第2位か、まだ第1位じゃないんだ、第2位、ごめん、はい、第2位、第2位ちょっと思い出しただけ、ああなるほどね、高いね、ぶれないね、相変わらず本当ですね、うん、はい、じゃあ竹内さんの第2位、はい、こちらアミコ、おお、ゆうすけ監督、高いね、こちらアミコ、じゃあ私の第2位、うん、ハルハラさんの歌、おお、1位が楽しみですね、楽しみですね、はい、じゃあ T さん第1位、第1位は魚の子です、おお、第1位なんだ、1位です ね、 ね、うん、じゃあ竹内さんの第1位、はい、原原さんの歌ブレないね、杉田教師監督、ブレない、ブレない ね、 ないね、じゃあブレまくった私、うん、第1位、うん、宮松と山下、あ あすごい、なるほどね、第1位でした、まあ面白かったもんね、そうですね、はい、しかもだいぶお褒めになられたしね、納得納得、しかもあの監督集団5月のね、うん、お三人の新作が非常に楽しみです、楽しみですね、うん、はい、ぜひ見ていただきたいです、非常に気持ちいい映画体験でした、うん、はい、T さんは何か付属物あるんですか、付属物は、うん、あでも主演俳優さんと女優さんは選んだんだね、日本映画は、うん、はい、じゃあどうしようかな、そうじゃないのからいこうか、そうじゃない、そうじゃないの選んでる、なんか私は一応主演男優、うん、主演女優、うん、監督は選びました、うん、じゃあ僕がまずその2人に入ってないのからいくと、うん、はい、新人演技賞、ああなるほど、大沢和菜さんこちらアミコ、うんうん、嵐莉菜さんマイスモールランド、はいはいはい、白鳥春人くん全部僕のせい、うん、目黒蓮くん月の満ち欠け、うん、岡田武史水上浩二、死刑に至る病、うん、この5人を選んでみました、なるほど、そしてもう一つの部門新人監督賞、はい、ノン・リボン、
森裕介、こちら亜美子のお二人を選出させていただきました。じゃあ、 あのその女優と男優じゃない方だけ佐藤さん、監督賞で5月の佐藤正彦、うん、平瀬健太郎、うん、これは的友太郎さんっていうんですかね、関裕太郎じゃないの、あ関裕太郎か、的友、うん、太郎ってこれ的友太郎からもじったのかなと思っちゃってすいません、えそんな名前ではないよね、関裕太郎、関裕太郎さんだよね、うんうん、この5月のユニットが一人いきなりどうしちゃったのかなまあいいです。え監督は一組だけ、はい、あそう、はい、あとは男優と女優です。どっちから行く、男優女優どちらでも男優の方がいいか、さっき、はい、T さんから行く、 T さんから男優、はい、私の男優は、うん、私の男優いいね、ヘイバリッドと高そうだね2人います、はい、1人、はい、岡田純一さん、おヘルドックス、うん、2人目、うん、間宮祥太朗さん、破壊、ああよかったよね、よかったです、好きでした、はい、じゃあ僕の男優部門は、僕のいつものお題通り尊敬する演技男優賞ということで、うんうん、まあ、基本的に僕の尊敬する演技は、うん、今までにないその人の個性を見られた作品、新しい新境地を開拓されたというふうに僕が見受けた、うん、演技、うん、それから今までの演技キャリアの中でベストに近い、うん、ベストと匹敵するぐらい、うん、まあ、この3つの基準で選んでみました、はい、尊敬する演技男優賞、1人目は流浪の月横浜流星さん、なるほど、2人目死刑に至る病とアイアム牧本の阿部サダヲさん、うん、だから窓辺にて稲垣吾郎さん、うん、最後4人目ビリーバーズ夜を走るから、宇野昌平さんの4人を選んでみました、うん、なるほど。じゃあ私の男優賞は松山ケンイチさん、うん、カーペリポリタですね、なるほどね、まあ、他にノイズとか大河の道も出てらっしゃいますが、まあ、でも対象はその1本、カーペリムコリッタが対象かなと、うん、はい、あ終わり1人なんだ、うん、あそう分かりました。じゃあ次女優ね、はい、じゃあ T さんから2人います。うん、1人目岸由紀乃さん、おお稽古目を澄ませて、うん、はい、で2人目、うん、ノンさん、おリボンと坂田の子です。なるほどね、それはあるよね、そうですねじゃあ僕ね、尊敬する演技女優賞、まあ、基準はさっきと同じですね、1人目岸由紀乃さん、稽古目を澄ませて、神は見返りを求める、犬も食わねどチャーリーは笑う、やがて海へと届く、4作品すべて大賞というふうに思いました。2人目田中裕子さん、千夜一夜、さすがに熟練した演技で素晴らしかったと思います、伊藤葵さん、探す、ああよかったね、うん、これ素晴らしかった、長野芽衣さん、マイブロークンマリコと母性、日本とも対象で、とにかくあのいつも言うね無双、もう本当に無双という言葉が最もぴったりする女優さんだと思いました、続いて1、2、3、4、5人目、百花原田美子さん、うん、そして最後6人目は恋は光西野七瀬さんを選んでみました。なるほど、どうぞ。主演女優賞を言う前に一、うん、人女優さんとして、うん、今年あ自分が何言ってたの気づかされた人がいらっしゃって主演ではないんですけど、うん、別に主演って言ってないんだって、うん、主演って言わなきゃいいだけじゃんか、うん、前田敦子さん、ああよかったよね、何が良かったの、前田敦子さん全部良かったな、だ全部は何で出てこないんですけど、あのコンビニエンス、コンビニエンスストーリーともっと超越したところへと、この2本が対象、うん、最近ほら見たのはもう今年度になっちゃった、最近ほらって言われてなんか突然なんか日常会話になってる、熱い胸騒ぎはいいけど、これ2023年なんで、そうですね、うん、ちょっと対象にはなります、まあ、前田敦子はやっぱりあのすごい女優さんとしてね、うん、そうですね、あの独自固有なやっぱりあれがあると思いますね、うん、才能っていうよりもなんか一つの資質だと思うんだよ、ね、そうですね、なんかすごいなんか目を見張るものがあって、でもそう言ったらあれだけど西野七瀬もいろんな演技してたけど、うん、恋は光はやっぱ最も今まででベストだったと思いますね、素晴らしい演技だったと思います、うん、自分はちょっと前田敦子さんなんかどっかで使ってみたいなってすごく強く思いました、ね、でも難しいと思うよ使うのは、ね、そうだよね、なかなか監督とセットで考えた方がいいかもしれない、ね、うん、なるほどね、どの監督だったら、うん、その前田敦子のいいその、うん、独自固有なそんなって資質感を引き出せるかを考えてセットした方がいいと思うよね、やるんだ。で基本的にはだから主演女優としてはノンさんかな、うん、あなるほど、ね、やっぱり
魚の子が突出して素晴らしかった、まあ、特に昨年はさ出演作品が3本あったじゃん、うん、天魔荘の3姉妹、うん、2本魚の子、ね、これはすごいよね、素晴らしい、3本ともちょっと作品的には違うし、違うけど、ね、1本は自分で監督もしてるから、まあ、そういう意味ではねお二人が選ぶのは非常に無名になるかなと思います。はい、うん、はい、今年はなんかやけに簡単だったね。そうですね、30分1個実はあります。何ですか？旧作。あ、旧作今年は入れられてないと思いました。どうぞ、じゃあやってください。旧作コーナー、うん、まあこれは5本選んだんですけど、5本選んだんですけど、うん、5本に入ってない旧作が2本あって、うん、それが勝手に仕上がれと大人は分かってくれない、うんうん、まあ、これでもなんか順位付けするのも失礼かな、ね、そうなんだよね。だから僕旧作はあんまりやりたくなかったのは、うん、それやりですと、ね、うん、ちょっとキリがない。でもまああえて、まあいいですいいです、あえて5本選んだんですけど、しかも佐藤さんは新しい世界が切り開かれた方なんで、うん、やってしかるべきかなというふうに思います、はいはい、うん、で5位がキチガイピエロ。おお、勝手に仕上がるよりもキチガイピエロの上なんだ、ね、まあ、やっぱねカラーだからね。あ、いやいや、ジジかお前は本当に鮮烈な感じがして、あのカラーがつくと鮮烈な感じがするんだね挟み切ったり、なるほど、よかったですね、うん、それから4位がテオレマ、うん、あ、テオレマ良かったな、素晴らしかったね、びっくりした、うん、ちょっと全然そう、オーシャンメディアも良かったけどね、あ、うん、で3位、うん、恋する惑星、あ、こう改めてね、改めて見てやっぱ好きなんだな俺この映画っていうふうにすごく思いましたね、わかりますね、はい、うん、で2位、うん、ロックンロールハイスクール、あー、まあ、それは読めますね、はい、うん、でこれは1位もなんか読めた気がはいで、これを言いたいがために旧作を選んだようなもんで、うん、1位はリキッドスカイですね、うん、もうあの聞く前にもう分かった本当に素晴らしかったなと、うん、で、なんかもうちょっと変わった映画かな、でもなんか好きだったんだよな、 VHS でレンタルで見てって思って、うん、VHS のカセットまで買っちゃったんですけど、買ったんだ、うん、あ、カセット買ったの、カセット売ってなかったんで、DVD でデッキだよね、いや、あのカセットのテープ、あ、ビデオカセット、デッキを買ったんじゃないの、はい、うん、で、改めて初めてスクリーンで見て、うん、めちゃめちゃ良かったんで面白いわこれ、面白いね、期待値以上ですごい、あのしかも主演がね素晴らしい、一、うん、人二役、なかなか良かったです。これをやりたかったんで旧作を選んできました、ね、はい、ということで、うん、本日は2022年のフェイバリットについて、フェイバリットって選ぶの苦痛だけど楽しい、楽しいけど苦痛だよね、皆さんの聞くの楽しい、人の聞くの楽しいね、うん、人の聞くの楽しいし、うん、意外な意外な佐藤ちゃんが面白かったですね、なんかあの答え合わせで本当に街頭、うん、当該のね、うん、あの動画見たくなりますよね、確かにびっくりっていうね、うん、はい、で、2022年やっぱ200本ぐらい映画拝見したんですけど、うん、まあ、パンフレットも後ろにありますけど200冊ぐらい買わせていただいて、うん、これあの抽選でね、うん、10名の方にプレゼントしたいと思いますので、うん、いつやんのそれは、今でしょ、告知しますんで、あの、あ、今やんないんだ、これから告知しますんで、ただでも概要欄にリンクを貼るんで、はい、そこに応募いただいて、毎年恒例年間のパンフレットをプレゼントしますんで、はい、皆さん欲しいパンフレット、買いそびれたパンフレットあったら、うん、ま、申し訳ないですけど10名しか当たらないんですけど、うん、抽選でお送りしたいと思いますんで、ぜひご応募ください、はい、はい、どうもありがとうございました。